カンパニョーロの歴代リアディレーラーカンパニョーロ製、ダブルレバーランボルギーニエスパーダ向けに OEM 供給している自動車ホイールカンパニョーロは、トゥリドカンパニョーロが創業したイタリアの自転車部品専業メーカーであり、ロードバイク用の部品においては、日本の島のアメリカの SRM と共に市場を加戦している大手である。かつては乗用車用やオートバイ用、 マグネシウム合金ホイールも製造しており、ホイール製造部門は、その後テクノマグネシオに分離し、現在は、ミンホイールズのブランドとして存続。カンピニョーロは、英語圏においては、カンピと呼ばれていることが多い。コンポーネントのブランド名に一部英語名が、使われているが、レコードの単語はイタリア語にも存在している。トゥッリョは、自転車の競技者であったが、実家であるカンパニョーロ家は、 作業場を持つ金物屋であった。そこで彼は自分の経験を生かし自転車の部品の製造を開始する。これがカンパニョーロ社の創業の経緯である。1927年のレースにおいて泥み手にあるクローチェダウネ峠での苦い経験からレバー一つひねるだけで車輪の着脱ができるクイックリリース、通称クイックを発明した。従来は ハブボルトにネジを切り、エンドに超ナットで止めていたのだが、1924年11月に23歳の通量が参戦したレースの上りにおいて、ホイール両側の波数が異なるギアを入れ替えようにも、峠で付着した泥が凍りつき、かじかんだ手では超ナットが回せず、車輪を外せなかった経験による。車掌は、クイックレバー付きの翼が生えた車輪が縦の中に描かれたもの。 クイックは現在ではスポーツ用自転車には不可欠の装備となっている。またこの経験をしたオーネクロス峠の名は後にパーツセットクローチェダウネに関された。1949年縦型パンタグラフを2本のワイヤーで引いて動作させる変速機をミラノの展示会に出品する。1950年には 変速機に一本のバネを組み込むことによってワイヤー一本だけを引くことで縦型パンタグラフを動作させる変速機を発表した。1952年に変速機構の部品位置があまり変化させないで安定した動作が得られるようコグセット中心した方向に向かって動作するように取り付け角度を改良して1980年代の製品まで続く完成型を見出した。 1950年代末から乗用車用やオートバイ用マグネシウム合金ホイールを製造。1981年頃引くテクノマグネシオ車に自動車ホイール部門が吸収された。1989年から1992年にはマウンテンバイクのコンポーネントにも参入したが市場に食い込むことができずに撤退している。1990年代には日本のシマノが ブレーキレバーとシフトレバーを一体化した STI システムを投入したが、カンパニオーロ社もザックス社と協力してエルゴパワーなるシステムを開発して、これに追随した。2008年には、翌年からラインナップを一新し11足を上位モデルに採用することを発表し、2008年のツールドフランスでは機材を供給しているチームの一部選手が使用した。台湾に自社工場を設立。 コストダウンを図る。2002年から2012年には自転車用アパレル事業にも参入したが市場に食い込むことができずに撤退している。デートナグループセットがケンタウルに改名。2004年カーボンクランクがレコードとコーラスに追加。2005年ケンタウルとコーラスにフラットバーロード用のシフトブレーキレバーを発表。2006年ベアリング外装型クランク。 ボトムブラケットシステムである、ウルトラトルク、ウルトラトルク発表。2007年ミラージュとキセノングループの10、スピード化及び、ウルトラトルクを用いた新しいグループセット発売を発表。レコードグループのハブが、それまでのアルミポリッシュから黒に変更され、同時にグリスホールも廃止される。2008年、スーパーレコードの名称が復活。スーパーレコード、レコード、 コーラスの3グループセットが11足化される。2009年コーラスより下のグループとしてアテナグループセットが復活。2014年カンパニョロ初の電動変速システムスーパーレコード EPS 発表。2015年コーラス、レコード、スーパーレコードのクランクがそれまでの5アームから4アームに変更。2015年から新グループセットポテンツァグループセット発表。 2018年、スーパーレコード、レコードが12足化。シマノの膝元である日本でも一定のファンが存在する。一方、ヨーロッパでは価格と信頼性からシマノ製品に押され気味である。同水準の性能のシマノ製品と比較すると価格は極めて高額である。また、フラグシップモデルであるシマノのデュラエーストカンパニオーロの スーパーレコードの日本国内での販売価格は、後者が前者のほぼ2倍である。シマノと比較すると消耗品が高価であり、かつては補修部品の入手が難しかったことから、使用頻度が高い人はシマノを選択することが多い。補修部品に関しては、カンパニョーロジャパン設立によって、以前より改善が見られるが、未だ良好とは言えない。なお、 NJS 規格審査を通過して、競輪用トラックレーサーに使用が認められた部品もあり、マイナス2012年10月現在、自社による登録認定部品はないが、二次部品として他社の部品に組み込まれ練習用として使用されているものもある。カンパニョーロは変速器、駆動系、制動系を一つのグループとして設計しており、このまとまりをグループセットと呼称している。 グループセットは、主に同一グレード間のものであるが、ボトムブラケットやチェーンは他グレードにわたって共有されることがある。カンパニョーロのグループセット一覧。ありがとうございます。